はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、主にユームに所属する超人気 YouTuber たちが緊急事態宣言中にですね、深夜3時まで大騒ぎの大パーティーをしていた件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、緊急事態宣言中にもかかわらずですね、登録者数100万人を超えるような YouTuber たちが大集合してですね、深夜3時まで大騒ぎしていたことが分かったんですね。しかもですね、マスクをしなかったりとか、路上喫煙したりだったりとか、立ちションしたりだったりとかですね、もうやりたい放題なんですよね。で、それをですね、全部で写真撮られてスクープされてしまったんですね。今回の動画はそれの詳細とですね、そしてですね、彼らのこのプロ意識のなさの問題点は何なのかとかですね、あとは東京五輪のアンバサダーに決定している YouTuber もいるんですけども、それが降ろされる可能性はあるのかとか、その辺に関して僕なりにいろいろと話を保護していきたいと思います。はい。まずなんですけども、東京都はですね、6月8日までですね、緊急事態宣言が出ていて、まあ、内容としては何かっていうと、酒類だったりとかカラオケをですね、提供する飲食店にはですね、休業要請が出されていて、休業しない場合はアルコール提供は禁止であったりとか、あとは店の営業は8時までって決められてるんですよね。で、今回ですね、 YouTuber たちはあるお店に大集合してですね、今言った条件を全部破ってですね、大騒ぎしていたわけなんですよ。でですね、この、それが起きたのがですね、6月18日のですね、午後10時くらいですね。だから午後10時あたりから、まあ、いわゆるですね、人が集まり出して、まあ、言ってみたら大騒ぎを始めたわけなんですよ。で、ちなみになんですけど、参加した YouTuber は誰かっていうと、水溜りボンドさんだったりとか、アバンティーズだったりとか、関根リサさんだったりとか、ヘラヘラ三重士福レナさんだったりとかですね、あと、エビスジャップだったりとか、ヨサコイバン、バンキッシュさんだったりとか、あと、シバナンチャンネルですね。はい。このシバナンチャンネルっていうのは、東海オンエアのですね、のね、柴優さんですか、この方とですね、結婚されたあやなんさんという方ですね。この方が夫婦でやってるチャンネルですね。はい。で、今言ったチャンネルっていうのはどれもですね、100万200万超えのですね、人気 YouTuber の人たちなんですよ。まあまあ言ってみたらまさにオールスターっていう感じですよね。でですね、じゃあ彼らがどんなですね、大騒ぎをしていたのかっていう話なんですけども、ね、主にですね、大集合してお店の中でですね、お酒を飲んで、まあ言ってみたら大騒ぎをしたっていう感じですね。で、その中にはですね、コムドットっていうですね、まあ今めちゃくちゃ人気の その小中学生とか高校生くらいかな、ティーンの子たちに大人気のですね、イケメン YouTuber の人たちがいるんですけども、この方々はですね、今年の3月にですね、いわゆるその緊急事態宣言とかでいろいろ大変な状況でですね、10人ほどでですね、そのマスクもですね、なしで会食していた様子をですね、インスタグラムに載せてですね、炎上して、早速ですね、謝罪したばっかりなんですよね。にもかかわらず、コムドットさんたちはですね、全くですね、前回の炎上もですね、意に介さずですね、またもや集まったっていう感じなんですよ。はい。でですね、今回はですね、どうやらそのね、あやなんさんっていうですね、その、東海オンエアの柴優さんと結婚した女性のこう誕生日パーティーみたいな感じでですね、集まったらしいんですよ。まあもちろんですね、誕生日パーティーをするのは全然いいと思うんですけども、こんなですね、午後10時から集まってですよ、皆さん。ね、酒飲んでですね、大騒ぎするっていうのはどうかなっていう気がします。よね。そしてですね、これ何がすごいかっていうと、お店に入っていく人たちがですね、マスクとか全然つけてないんですよね。もうマスクもつけずにっていう感じなんですよ。でですね、中で大騒ぎしてる中で途中でですね、ちょっと外に出てきたりもするんですよね。で、何するかっていうと、例えば路上喫煙してですね、こうやってね、プカーって吸って、今ってですね、東京都とかって、路上喫煙も結構厳しかったりするじゃないですか。ね。にもかかわらず、路上喫煙してですね、それをポイ捨てしたりとかですね、なんだったらですね、タッションとか普通にしてるんですよね、皆さん。はい。これすごくないですか、皆さん、タッションって。これ思うんですけど、平成の時代とかだとタッションって、なんかよくおじさんとかがですね、やってるの見ましたけど、現在ですよ、この令和の時代においてですね、タッションってマジで見なくなりましたよね。はい。だからそれくらいですね、タッションなんてですね、もうやることがですね、あまりにもですね、その時代遅れの時代錯誤のですね、もうタッションイコール何の常識のないやつみたいな、そういう時代じゃないですか。にもかかわらずですね、普通に街中でですね、人気 YouTuber がタッションしてるんですよね。ちなみにそれもバッチリですね、撮られちゃってますね。はい。でですね、最終的にですね、このメンバーたちはですね、深夜3時までですね、大騒ぎをしてですね、でですね、みんながぐでんぐでんに酔っ払いながら出てきてですね、こうね、車に乗って帰っていくんですけども、そのですね、ぐでんぐでんになってる姿もね、撮られちゃってるんですよ。まあ、先ほど言ったあやなんさんですね、その誕生日のですね、まあ、いわゆる主役なんですけども、もうね、これ2児の母なんですけども、もうぐでんぐでんになってですね、本当に、もうね、もう他の YouTuber の人に抱え込まれるような感じでですね、みたいな感じで、そこも全部撮られちゃってるんですよ。まあ、今回のこの写真はもうネットに一生残りますからね。はい。まあ、とんでもないね、イメージダウンなわけですよ。言ってみたら。はい。で、ちなみになんですけども、
この回のですね、そのね、ランチキパーティーに入ってるのはですね、水溜りボンドさん。この方もいるんですけども、ただのこの水溜りボンドさんだったりとかですね、そのあたりはですね、現在ですね、そのね、東京五輪のですね、アンバサダーですか？はい。にどうやら決定してるみたいなんですよね。で、女優のですね、有名女優の方ですか？はい。綾瀬はるかさん等と一緒にですね、まあ、いろいろですね、活動してらっしゃるみたいですね。だからコカ・コーラがメインのなんかアンバサダーっていうんですか？に入ってるみたいでですね。ね、いろんな会見だったりとかですね、こういうなんかやってるみたいなんですよ。まあおそらくなんですけども、これから先ね、東京五輪が始まっていくじゃないですか。だからアンバサダーとしてですね、いろんな仕事が今後たくさん入ってくると思うんですよね。にもかかわらずですよ、にもかかわらずこんなランチキパーティーをしていたということがね、バレてしまったわけなんですね。はい。っていうのがですね、今回のニュースのすべてとなっております。はい。じゃあですね、ここから何が見えてくるのかっていう話なんですけども、まず第一にですね、僕は今回タチションだったりとかですね、喫煙だったりとか、そういったところはですね、全部取られちゃってるんで、これはですね、一生ネットに残るというですね、いわゆるそのデジタルタトゥーとしてですね、一生残ると思います。はい。まあ本当ずっと大恥ですよね。一生恥かいて生きてることになるわけですよ。で、次にですね、何が言いたいかっていうとですね、うん。これって僕思うんですけど、ウームっていう会社自体のですね、プロ意識のなさが見えますよね。だってこれだけたくさんのメンバーが集合して、なんだったらですね、ある YouTuber においてはですね、マネージャーさんとかもいたらしいんですよね。ということは何かっていうと、事務所側がですね、これは全部知ってるわけなんですよね。つまり事務所が深夜に集まってお酒を飲んで大騒ぎするってことを分かっていながらそれを許可したわけなんですよね。まあだから言ってみたら、事務所もそうだし、YouTuber も何もかもプロ意識が足りないんですよね。で、それに比べるとやっぱり芸能人の方ってちゃんとしてるなって思いますよね。その芸能人の方、特に芸人さんとかもそうじゃないですか。ね、芸人なんてろくでもないとかはしゃいでばっかりとかそういう風に見てる人もいるかもしれませんけど、芸人さんでですね、こういう炎上した人って一人でもいますかっていう話なんですよね。はい。こういう緊急事態宣言中に何かして炎上したりだったりとか、でもって言うとですね、その YouTube でも炎上してませんよね、芸人さんって。うん。ね、皆さんもですね、今ね、芸人わかると思うんですけど、芸人さんって誰もが YouTube やってる時代じゃないですか。まあ人気あったりなかったりいろいろありますけど、何がすごいかって芸人さんたちがこれだけ YouTube チャンネルをやっていて、誰一人として炎上しないんですよね。炎上もしないし、炎上商法もしないじゃないですか。で、対して YouTuber の人たちはですよ、有名無名問わずですね、もう常日頃から炎上してるし、で、炎上商法みたいなこともガンガンやってますよね。だから僕思うんですよ。思うんですけども、うん。今回の一件をまとめるとですね、大したプロ意識もない人間がですね、YouTube というもので変にバズってしまって、影響力を持つことのですね、恐ろしさっていうものがですね、今回すべて出たなっていうふうに思いましたね。はい。よっぽど芸能人の人たちの方がですね、プロ意識やってちゃんとやってますよ。はい。で、そういった人たちをですね、支持してる人たちもどうなのかなって思っちゃいますよ。こんなプロ意識も何にもない人。ね。だってルールは守らなくていいんですよって言ってる人なわけじゃないですか。自分の好きなように自分が思うがままにですね、欲望のままに社会のルールだったりとか世の中のルールなんて全部無視していいんだっていうことな人なわけじゃないですか。ね。そんな人たちを応援してますとかですね、誰々さんみたいになりたいんです、誰々さんたち尊敬してます、誰々さんたちのファンなんですっていうなんて、こんな恥ずかしいことないんですよね。はい。それをね、その人たちを認めるってことは、あなたも社会のルールなんて守らなくていい人っていうことなんですかっていう話なわけですからね。はい。まあだから僕としてはですね、僕思うんですけども、今回の一件というのはですね、これから先かなり大きく報道されるんじゃないかって思います。うん。やっぱりですね、YouTuber の一人とか、ある YouTube グループがね、大騒ぎしていたくらいだったらですね、テレビでは報道しないと思うんですけど、これだけ大きくですね、たくさんの超有名 YouTuber が大集合してるわけですから、僕はですね、明日以降ですね、この動画今撮ってるの夜なんですけども、明日以降ですね、朝のニュースとかでもガンガン報道されるんじゃないかなと思います。で、そうすると何が起きるかっていうと、主にですね、UM だったりとか、その各 YouTuber に対するですね、仕事とかはかなり減るんじゃないかなと思います。はい。だってそうじゃないですか、企業でですね、企業案件を振るっていうのは、その YouTuber たちの好感度だったりとか認知度だったりとか知名度を使ってもらって自分たちの商品をアピールしてもらいたいわけですよね。でもその人たちがこんないい加減な人だったらっていう話なわけですよ。はい。だから僕としてはですね、これね、もしもこれ芸能人がやったらですよ、下手したら何ヶ月かですね、活動休止したりとか、謝罪会見とかするくらいのレベルだと僕は思うんですよ。はい。なんだったらもうテレビから下手したら消えるかもしれませんよ。タッションしてるとこなんて取られちゃったりとかしないですよ。はい。路上喫煙タッションしてる芸能人なんて、もうテレビから消える可能性あるわけですよ。でも結局この人たちって所詮 YouTuber ですから、ね。まあ僕が思うにですね、さっさと各動画で謝罪してですよ。どうせですね、その後はね、低評価とかつきまくると思うんですけども、まあ何事もなかったかのように続けてですね、そのままね、お金稼ぎ続けて、はい、おしまいっていう感じです。
ですよね。まあだからこういうふうに悪いことをした人もですね、YouTube っていうのはですね、一切お咎めなしでですね、どれだけ炎上しても YouTube で続けれちゃいますから、ね、そこがテレビとの違いですよね。テレビって悪いことしちゃうと強制的にテレビから追い出されちゃうじゃないですか。でも YouTube はそうじゃないですからね。まあそういうですね、YouTube のゆるゆるの世界だからこそ、こういうふうにどれだけ悪いことをしても人に迷惑かけても炎上しようが何しようが、ね、YouTube っていうのはむしろ稼げるとこなんだっていうですね、とこってのが分かっちゃってですね、うん。だからルールが緩いっていうのもですね、考え物だっていう気はしますよね。はい。何でもかんでも自由にしてるとですね、こういうね、ろくでもない連中がですね、はびこってしまうってことですよ。ね、本当の自由っていうのはろくでもなかったりするもんなんですよ。なんかよく言うじゃないですか、真の自由とは不自由の中にあるみたいなね、話ありますけども、まあ、まさにそうなんだなって思いましたね。本当に自由な場をですね、こういった人たちに与えてしまうと、まあ、こんなことになっちゃうんだよっていうね、感じですよね。はい。というわけでね、今日はこの辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとう。